んばんは。もう今日暑すぎて無理、本当に危なかった。ショールームできないことになりました。昨日はコンサートありがとうございました。浜ちゃんミスターなるちゃんの写真も、どんな写真だろう。これは8燃え尽き症候群です。意外と私あんまりあれかもしれない。なんかこう なんて言うんだろうな、お別れに悪いイメージを持ってないんですよ、人生において。だからそんなに、昨日の夜はもう多分47のコールもね、あんまりもう聞けなくなるなって思ったので、多分もうあんな大きい舞台に立つのは最後だったのでね、もうみんなとこんなに大きい景色の中、蜂の巣のペンライトとか見るの最後なんだなと思うと寂しくなったけど、意外とケロッとしてますね今日。だってみんな生きてるし、みんなが幸せならそれでいいわ。みんなが生きて幸せに生きてくれれば、チームエイトメンバーがみんな好きに幸せに生きてくれれば私はいいです。思いましたね今日。意外とでケロッとしてるんですよね私、意外と。ジョンマイラブももうなんかその日中に帰っちゃいましたし、東京に。そうなんですよ。ムネさん、なんだっけ、
お仕事はありがとうございます。花音さん、スズラン、かわいい、お疲れ、花束など、ベルちゃん、カジさん、金のハート、ニューヨーなんだ、ニューヤマヒロさんもハート、モンちゃん、花束、ひさしさん、ハート、ゆえさん、スズラン、ありがとうございました。私は引きずらない、わかんない、まあ、生きてればいい、いいなって思います。みんなが幸せで生きてくれてたら大満足。エイドとして活動はできなくても、まあチームエイトですし、意外とメンタルって、私ゴリ強いです、メンタル実はね。ワンピースでも言ってるでしょ、人はいつ死ぬと思うって。私あの言葉本当に好きなんですよね。ヒルルクが言う、ヒルルクが言う、ヒルルクがね、人はいつ死ぬと思うって、いつ死ぬと思う、人に忘れられた時だよっていうのが、ね、あるんですよ、そういうセリフ。本当にそうだなって思う。リメンバーミーってわかりますか、ディズニー映画のリメンバーミー。リメンバーミーも人に忘れられたら天国の戸籍もなくなるよみたいな感じのお話なんですけど、忘れられたら消えちゃうんだよっていう。本当にやっぱ人に忘れられたらね、そこで途絶えますけど、多分やっぱり人に忘れられなければね、って思いますよ。歴史上の人物も本当にそうですよね。私は多分でもエイトのことは一生忘れないと思う、何があっても。多分死ぬ時に思い出すと思う、楽しかったなぁ、あんなこともあったなぁって。みんな元気かなぁ、そう思えたら勝ちですね、私の記憶が。思い出が今を生きる励みになるの間違いない。いや本当にそう思います。私も例えばチームエイトに入った時も本当に右も左もわからないし、ダンスはやってたけど、アイドルダンスと私がやってたヒップホップとかは全然違うから、役にはめっちゃめちゃ立ちました、正直。最初からダンスに苦労するメンバーばかりだったので、そんなにダンスに苦労してきてないし、あんまり難しいなって思うダンスに出会わないくらい、ダンスの元々のその地元のダンスの先生ね、すごいいろんなジャンルのダンスを教えてもらったので、それは本当にありがたいです。
ですね。そう、けどやっぱりアイドルダンスって難しいし、正直なんて言うやろ、この中ではチームエイトの丸々ちゃんだと思ってこれからもみんな、いや本当にチームエイトだったことは本当に誇りですし、これからもめちゃめちゃ誇りを持って、私本当にチームエイトのみんなチームエイトで踊ってる時って本当に手の角度を合わせなくても、あのみんな振りが揃ってるぐらい、そのなんかなんていうの、心が本当に繋がってるんだろうなっていう感じ、わかるかな、なんか例えば AKBAKB の普通のコンサートの時でも、こうなんていうんだろう、なんかチーム8をみんなで踊る時はどうだ、えいこれがチーム8だ、8すごいだろうって思いながら、正直やってます。これがチームエイトだって。でもそう思えるぐらい本当に、本当にね、みんなのパフォーマンスが私は本当に好きだし、チームエイトみたいなアイドルグループが現れても、私もどんな素敵、いろんな素敵なアイドルさんがいますけど、チームエイトは私の中では永遠に世界一です。過去にも未来にもワンチームだけですね。あんなにいいチームはいません。しんどって本当にだからなんて言うんだろう、そのレッスンのね VTR とかを見ると、うわぁ揃ってるなぁ、角度とかもこう斜めとか横とかもうね、別にここで揃えましょうとか言ってないけど揃ってる、多分先生が教えた通りにみんなねちゃんとこうなんて言うんだろう、先生が教えられた通りにちゃんとこう見て覚えて、あともうね本当チームエイト、正直 AKB4 のどこよりもいろんな曲をやっていると思いますし、まあそれはねツアーをやったりもねしますからそうですけど、本当に思いましたね。あれちょっと分かんなくなっちゃった、2回とか3回とかで見るチームメイト、じゃあもうあの時間がないので1位の人から読みます。1位アヌネさん、2位シスの生活さん、3位ケンケンさん、4位村井さん、 ABCDEF さん、5位6位イサシさん、7位横井さん、8位ジャリングさん、9位ほのちゃん、10位ハリベルさん、11位アメさん、12位ツルになるまさん、13位ジョークスノーさんでした。それではおやすみなさい。コンサートありがとうございました。これからもチームメイトメンバーよろしくお願いします。バイバイ。
おやすみー。